急がなきゃ。これだ。真っ先に現れたのはアンガールズ田中と城田優。カードを取る。はい。認証されました。よし。これオッケーかな。田中が認証したのという文字がエリア内のモニターに映し出された。続いて城田優がどうの文字。認証。平畑刑事がどの文字を認証。徐々に明かされていく文章を手がかりにゲートを見つけ出さなければハンターを閉じ込めることはできない。ハンターじゃねえの？違うあれ。あれそうっすよね。一刻も早く認証させたい中尾の近くにハンター。かなり来てるし、これ無理でしょ。急ぎたいが思うように進めない。マジで最悪。俺ら13人いるわけでしょ。13人全員がやるってことでしょ。絶対やんないでしょそんなの。動かない男。行くっきゃないの？行きたくない。ミッションに悩む白鳥の背後にハンター。あ、ここか。一体でこのビビリを。これ2体出たらどうなんのよ。徐々に近づくハンター。30超えたあたりからね、自分の唾でむせるっていう、もうお年寄りの症状が出始めたんですよ。ミッションに気を取られ警戒を怠った。